<laughs> あそうですねじゃあもう本筋でやっぱううあのウェピーのあれねまああれもそんなにこちらもそんな食いつく必要ないんですけどね<ー>だってハーブさんがうまくやってくれるんじゃないですかうまくやってくれたなっていう感じ <laughs> まあ正直ですねあれもあのもう1個出していったじゃないですか前の段階で、うん、はい何か<の>何個か出してますねなんかちょっとしょんぼりしてるやつ、はい、上えピーがああはいはい そのロジックもちょっと微妙そ、そこがちょっと微妙だったんですよ最、最初のあ<ー>。結局あのさ、すべて教えますからの、次の一発目のやつが、釈明の動画だった。釈明なのかよく分かんなかったです <laughs>。なんなのかよく分かんなかったか、あのー。俺は素人だからみたいな話をされてて、うんあまあ、コメントの反応がちょっとあれだったからっていう、おとなしくしますみたいな、なんか言ってたの、うん。なんか俺、あれ、意味分かんなかったあ。そうです、うん <laughs> うん、あれが正直僕はイメージがすごく悪かったので捨、ね、ておいたんですよね、うん、だから正直今日メールが来るまで見てなかったんですよあれをそうですか <laughs> でも僕もあんまり見ててあんまり面白くないなと思って途中でやめようかなと思ったんですけどねああ <laughs> あ、まあ、一応知らせておこうかなみたいな感じだったっち、ね、まあそうですねまあもう正直あんまり聞いてないです 自分なりにですね細かい分析をするとしたらこうかなっていうちょっと提示をしたかったっていうやつなんですよ。今日僕に送ってくれたやつですよね。あれ実際見て印象どうでしたその手記としての印象はどうですかああ、いや、長かったんであんまり覚えてないですよ、<laughs> もう。第一感想で買わないんですけど、やっぱ、あじゃあ、やっぱ。 自分と同じ意見だなっていうようよな感じだったですかね見て2点大きく挙げるとっ<て>やっぱり相変わらず神谷さん自体を批判しているっていう部分とあとちょっとやっぱり憶測が多いんじゃないかっていう提言ですよね、まあ、この2つ大きいですよね。ねうんうん、でまあ一応なんかまあ賛成党のためにっていうのをかなり言ってるという感じですか。うんまあ勇気のある発言みたいなことを 評価してるんんでですか点うまあなんか、僕の中ではですけど、うん、やっぱそういって発言したことによって、まあ、多少ここの話題にもなってるわけじゃないですか、うん、それでいて、あじゃあ、あの事件っていうのは、何だったのかなっていうのを、その思考する、まあ、チャンスを提供してくれてるっていうところが、点ですね、うんうん、まあ、でも、そんなチャンスいらんしな。<laughs> <laughs> しかも、なんか、あのやっぱり僕と伊助さんの対談見てますね、ウェビーは確実に。あ、そうですちょっと、あの、僕たちの話してるフレーズがちょっと入ってました。うん。なんかコメントかなんかで言われたんかなとかも思ったんでまあ、コメントもありましたし、でも見てると思いますよ。見てると思いますそうですよね。正元さんは直接話してるわけですから、やっぱ気にしてますよね。 気にしてると思います、ね、自分のことだ。であれば、まあ、まあまあ批判してますけど、まあ、正直な気持ちですから、まあ、しょううがなないかな <laughs> そうですねただ直近の神谷さんのソロで話してる公式の動画見て、うん、もうおおよそ僕は見当をつきましたけど、ね、そ,のあそういうことかって、うん、なんか確かになんか支部長さんが突然こう役職を降ろされたっていうのは多分各地点々とあるんでしょうね。 でもそれは神谷さんの動画で言うならまとまってなかったからだとでもうその都道府県回った時にそれぞれの空気感でなんとなく分かるとそのまとまっているところかギスギスしてるのかってでもそれって確かに普通に分かりますよねだってうんまあでも迎える側も地方の方もなんかまあテンション上げてごまかして。 ね、神谷さんを接客することもあるんでしょうけど、まあ、その辺もややこしいんでしょうけれどもね,ねただ分かると思うんです、よおおよそ、ね、一体化してるかとかチームとして成り立ってるかでまとまってないところは役職全員下ろしましたって説明してましたからそこもう確信じゃないですかだって UAP が主張してるのはそこなんで。えですかね <laughs> ですよね。うん だからそんな,なんか仲間だったのに、なんでそんな人たちを、仲間じゃないのかっていう発言ですよねそのあの確かに、ツイッターであの辞めさせられたというか、役職を下ろされた人が、なんかやっぱりね、ちょっと悔しげなんですよ、みんな、ツイッターでああ、そうですか。うんなんかやっぱりね、やっぱりボランティアなんですよ、みんなほとんど。 支部長とかかも別に給料発生してなないいじゃないですボランティアでここまでやってんのに容赦なく褒められることもなく適当に降ろされるってこれ何っていうな、うん、らウェピーはフォローが鳴ってないよとか言ってるけどでもそこは神谷さんの動画見る限りそこはブロック長んかそう,そういったポジションの方、ね、県連懸連よく分かりませんけどその人のポジションじゃその人がフォローしないといけないんじゃないのうんうん、うん ああなるほどまあそういうこと支部長の上はその人だもんね県連ブロック長でしょだからそっちの責任の方が大きいんじゃないのと思いますけどね神谷さんはみんなそんなフォローできませんから任せてる権限以上してブロック長たちに任せてるって言ってるんだから全部それブロック長の能力不足があまりにひどいっていうのが今回の発端なんじゃないのっていうだって降ろされた支部長たちも別に神谷さんとそんなに 話すことないみたいですよ、そんなに。直接結構調べましたね。いや、おそらくそうなんですよ。そのあたりも仮説は仮説ですか、なんか情報があるとかいうわけですけど。まあ仮説ですけど、僕もあんまり知らないんで、参政党のことはっきり言って。ただ僕、一応ツイッター見てるんで、そうですか、そう思いました思いいましたねは 結局僕はあの神谷さんのやつ、は後で見たんですけど、うん、あのあ、神谷さんが言ってることは、矛盾はないなっていうのだけはちょっと把握したような感じで、まあ、さっと見て、ですねまあ急いで,、ね、で拡大してますから、ね、いや、本当ですよ、だからその今回の,そのウェピーさんの話で、一番生産性がないなと思うのが、結局、党があの運営がうまくいってるのかいってないのかっていうところを、なんか全く見落としてるっていうのが正直。<laughs> そこが一番精査性がなくて、今の参政党はダメになってるという主張しかしてないと、僕は思うんです、うん、確かに、そう思いましたよ、うん、だから今あるやつはすべて、なんかこ,うこれからをダメにする行動でしかなくてで、今、とにかくここを見なさいっていうのが、神谷さんを諌めようっていう論点になってると思うんですよ。 はい、はい、なんかすんごい独裁だってね。一番大事なのは神谷さんを暴走を止めることだ,てう <laughs> そうだ暴走してるみたいです <laughs> だから、だけど <laughs>、僕の評価としては、参政党のうまくいってる部分は結構あって、<や><で>そっちの割合の方が大きいでしょう、<で>うまくいってる割合の方が圧倒的に。僕も正直そう,思う 1>, 1割悪いとこがあろうが、<だ>9割ぐらい別に問題ないんじゃないっていうぐらいの。 あまあそこまで、ね、こ差が大きいかは分かりませんけど、うん、これ、ちょっとせっかく僕も分析して、あれだけ分析したから出ていますけど、結局その、ウェピーさんが目指しているものっていうのをその叶えるために発言をしてるっていうところを僕はちょっと抑えたいないそれ僕も感じますねで。ですよね、うん、結局、ウェピーさんが何を目指したいのかなっていうのを考えたときに。 まあこ前の動画で言ったままですけど、結局、自分の発言をその信じてもらって、そして自分の意見を聞いてもらって、その上で参考にしてほしいっていうことがま、あ,まあ多分もう一番だと思うんですよ参考にしてくれたら気持ちいいんでしょうね。うーんだと、<laughs> まあまあま、あにぎわしで終わってるのかな、わかんないですけど、にぎわしをしたかったのかなってなってるよ それが分かってますかっていうところまでちょっと言いたいなと思ってま,まあでも本人は超マジでしょうからねマジですでそれを支持してるコメンターのコメンターって言ったら変なあ、まあまあ、コメントしてる人もいますからいそうなんですよそこもちょ,っとちょっと不思議だったのがそのみんな真面目に話を聞いていてあコメントを書いてる人は多分半分以上がアンチなんだなってに納得したんですよ どちらかというと、参政党のアンチなんじゃないかアンチでよくくぞその党批判ししてれまたっていうコメントの人が、中身を評価してるのだと思ってたんですねいやそうかな、でも、参政党員で心配してます、同じ気持ちですっていう人も結構目立ちますよね。それも結構多いと思って、やっぱ多いですかね、だからそれを考えたら、ただのにぎわしで済ましちゃいかんよっていう思いもありますよ。うん やっぱりそれらしい人が言ってる言葉っていうのは、あの力を持つんですよねどうでしょうね。いや、僕、これっていうのは、無視できないのかなっていう思いもあるんですよ。というのがですね、例の山水湯のすべて教えますの次にしょんぼりした動画を出したっていう話じゃないですか、うんうんで、あの中の動画で一番ちょっと引っかかったのが、自分は素人だから変なこと言っちゃうよ ってていいう言い方をしてたんですよねなんか記憶あります。うん、記憶ありますだから、自分は間違っちゃうからね、だからまあその辺は許してよって言ってたっいうことは、自分の意見は、あれは間違いを多分に含んでおりますので、ご了承くださいっていうことになってしまうじゃないですか。確かにでもそれを信じてしまっている人もたくさんいたっていう今、話ですよ、だって。 そうまあ、信じてるというか同じ気持ちですってはなからそうなのかまあう言うても当院の人って結構いるんですよあの僕とか植貴、はい、あとまあ伊助さんもそうですけど、うん、当院の方が見てる人が多いですから,らす、ね、やっぱツイッター見てても、はいはい、結構その元支部長の方とかも。 本当に不満持ってるる人人いるんですよ数人ですすよよ数多くはないと思うけどなって話感じです。だってそういうのって目立つじゃないですか、そういうネガティブな情報って。だから俺、多くはないと思うんですよ、不満持ってる人、そこまで実は。大事なところ、さっき話の中で、大事なところって、参政党の運営がうまくいってるかいってないかが一番重要じゃないですか。そそののの一一番番重重要要ななとところを見落として自分の その意見をすごい結構強調して言うわけじゃないですか、すすごい強調してますよ実際これですよ、うん、現実はこれですよ、これ、神谷さんの独裁政権ですよって言うじゃないですかまあそう思ってる人もいるでしょうけど、うん、もう数割合少ないと思いますよ、だいぶ。 結局、その言い方をした上で、いや、自分、間違っちゃいますよっていう動画を出してるんですよね <laughs> <laughs> 後に分かりますよっていうことですか、それが。うん、まあまあ、まあ、結局、あの動画、すべて教えますの次の動画で、いや、自分の意見を鵜呑みにしないでくださいって言って,言ってるわけですよ。うん、鵜呑みにしちゃだめよって言って、うんで、自分に攻撃するのはちょっとやめてよって。 もう尻滅裂やなほんまにもう何言ってるか分からなくてきたそれでやっぱり詳しく言いますねで今回出ったわけじゃないですか全て教えますっていうタイトルも何が全部知っとんのっていう話やしねもうすごいタイトルです今回の動画もそうですけど前の動画がやっぱまずかったと思います僕は結局自分は素人だから気をつけてねって言っておきながら やっぱり自分の言ってることはこれですよっていう今回の動画見たら <laughs> 確 <かに S 2> そ,その内容っていうのが前回のやつと変わってないんですよ変わってない確かにだから自分の考えを訂正してないんですよ訂正はしてないですね全くしてないです,、ね、いです多,分多分もう自分が正しいと思ってるでしょうね市長はね間違いないと独裁にな,り、うん、なっていると、うんうん、別に僕もウェピーの側の人もいるっていうの把握してるけどね、うん、でもそれは俺は そんななを占めてていと思ってるからね僕も正直そう思ってますので、はい、だから、それを考えたときに、あんなに大ごとにして動画何本も出しちゃって、活路がないですよっていう思いが、ちょっと改めてしましたし、これはまた、もう本当、申し訳ないですけど、無責任なんですよ、うん。<laughs> 無責任に見えますよって、それに気づいてますかっていうことを。 実はですね、うん、実はですね僕今回の動画で一番評価できるのはさの後半部分なんです。法のおりましょ後半の部分の言ってることはすごく的をえてたしあのその部分にはなんか割とあのまあ,あの納得できるポイントがいくつかあったんでですね<ー>ただ その組織の考え方とか、そのまあ、確かに独裁が起きたときにどう対処すればいいのかっていうのと、独裁が起きる前に目をつむっていうのは大事だっていうポイントは僕、結構大事だと思ああ、まあ、それは大事ですけどね、そこはすごいあの共感を持てる部分でもあったので、だから、立ちが悪いんですよあの、いいことも言ってるんで、基本うん、うん、確かにその,その点はね、まあ、常識としてね、独裁を止められなくなるとかっていうのは有名な話ですからね。 ただその有名な話ですけど、やっぱその辺理解してない人って非常に多いとは思いますよ、あの僕らはそういう発言するじゃないですか、政治とかを見てるし、その世の中の心理みたいなことを考えたことがある人間だからあ、あまあみんなわかるよねってなりがちなんですけど、多分普通の人はそんな考えたこともない話なのかなと思うんですまあでも、参政党の支持者、その辺結構うるさいからな、もう。社会主義とか共産っって言ったらものすごい 嫌がる人いるでしょう、やっぱりなんかイメージがあるんですよ、ソ連とかの。だから、よう分かってると思います、やっぱ独裁の怖さについては、多分そこは結構、常識的に、多分参政党の支持者の方は、むしろうるさいぐらい。あー、なるほどですね。ウェピーさんのあの動画の悪いところは、結局、超言い切って、あの自信満々に言っててで、いいこともある程度言ってるから、それにやっぱり納得してしまう人が出てきて、じゃあ、じゃあウェッピーさんが言う通り、 神谷さんの独裁政権になった賛成とはもうダメなこと一直線なのかなって思ってしまうっていうのはこれよくないんじゃないかなと。いや,なん,か、ね、いやすなんかね、ちょっとそれもなんかあれで、なんかオーストラリアから言ってくださってるっていう、<れ>なんかそのブランドをありがたがってる <laughs> 日本人みたいな <laughs> そう、ね。それも感じてんだよね、なんか微妙に。あ<ー>あウエピーが日本にいたら。うん あれだけなんかそのありがたがられる存在になるのかがちょっとよく分かんないんうんでもそれをありがたがってやっぱり納得してる人たちがやっぱ大勢いるっていうことがちょっと改めてっなっていうそうですねい,ううい,すいや、まああのコメント欄があ荒れてれば <laughs> やっぱそうだよウピーその動画の内容おかしいよってなるけど。 半分以上は、ね、賛同してますからね <laughs> そ <こは S 2>。そここ見るとちょっと不安になりますね。<そ>え大丈夫そこはちょっと一つロジックがあって、僕の動画のコメントって承認性なんですよ。ほはいはい、だから自分コメント書,書いてくれるじゃないですか。うん、そしたら自分があ表示 OK ってやって表示させてるんで。うん、チェックしてるんですね、毎回。はいはいはい、だからちなみに、まあ、僕のコメントはもうほぼ表示してます。 結局自分の名前とかをいきなりポンって書いてこられたら嫌だからそれだけちょっとチェックしてるんで本名が怖いだけかお前はあいつだろうみたいなこと言われたら嫌なんで <laughs> 別にいいんちゃうのそんな <laughs> いやそれもちょっとまあ自分のあれですけどま、はい、まあまあただコメントは,表示しは結局その動画のアップ主がそれ選べるわけじゃないですかうんだからウエピーさんがもしかしたら自分にとって都合のいいコメントだけを表示してるかもしれない。 いやでもクソみそに言ってるのも普通にバンバン表示されてますよ。ウェピーの悪口言われてるやつも載 <laughs> ってるんで、ああねうん多分全然そこはやってないと思いますよ。まあまあそのあたりはちょっと、まあ、その人の気分っていうのもあるんで、可能性はあるのかなと思ったところでしたけどね。まあ,あ<と>ひどいやつは<の>、うん、排除してるかもしれませんけどね。結局その僕の中でもその賛成党を辞めた人が賛成党すごい。 ボロクソ言ってる人がいるっていうイメージが結構あるんです。けどあ、そうですね。やっぱり自分を頑張ったのに評価してくれなかったらムカつくのってこれ。別に普通の企業でも大体そうです。大体退職していくやつで不満持ってる人ってめちゃくちゃ文句言いますね。あとあとあ<ー>口コミとかね。あ<ー>それはもう別にどこの企業でもそうなんで。 政治絡みならもっとひどいもんじゃないですか、ね、なるほどですね、うん、僕も正直そんなにあれなんで、その感覚、人間のその嫌な部分じゃないですけど、なんか、まあ、言われてみれば、まあそうかなとは思いました僕はその辺は経験が少ない方だと思いますんで、うん、やっぱその辺の感覚とかは、やっぱ僕はちょっとあんまり自信を持って言えるものは、ね、の中小企業はあの、うん、結構大量に新卒入れる会社は、1年後に残るの1、2割です。 で中の1割は文句言ってやめていきますよ相当 <laughs> あとは別に静かにやめるんですけどだからその文句言ってる人が目立つんですよやっぱり SNS では<ー>それすっごい少ないですよ<ー>めちゃめちゃ文句言ってやめる人って少ないけど目立つんですよね<ー>みんなリツイートするもんそれ見たら「ほら見ろ」って賛成党はこ,のこれが真実だとか言うからだから俺は そのイピーが内部のこともだいぶ僕は調べてもう分かってるんだみたいなこと言ってるから、うん、あ全部,全部まあインターネットの情報で俺はだいぶそれ少数の側の人のが大きく持ち上がってるだけで、うん、あ全然大ごとになってないよって僕は思うんですけどねねだからまあこれも勘ですけど僕も勘ですけどむしろうまくいってるっていうイメージ、ね、まあそっちの割合の方が大きいでしょうね。うん うん、まあうまくいってるしっていうだから何を見てそういうその思いなのかなっていうのやっぱりいで、ね、SNS 民の情報に踊らされてる感が強いんじゃないですか、うんうん、その目立つ情報が不安を煽る情報ばかりなんで、うん、目立つのがいつも。あ<ー>うん それだったら僕は全てを知ってますじゃなくて僕はもう情報に踊らされてますっていう動画を出してほしい。そう面白いっすね、最終的にそうなったら。でも,でもそ、そういう手法はありですよ。俺はね、全然知らないけどね、踊ってやるぜって言って、あれを言ったんだら面白いじゃないですか。だから僕、そもそもですよ。そもそも僕にしてもね、はい、そのウェピーとかにしてもさ、俺、はい、全然何の影響力もない人たちだと思ってるんですよ、はっきり言って。 な一部のちょっと参政党ネタが好きな人が見に来てるだけですよ。<laughs> 顔を出してね。やっぱ顔を出して参政党のことを言ってる人結構少ないんですよ。うん、うで,、ね、でまあ多くの人はほとんどカピパラさんを見てますからねほとんどの人だから ちょっとマニアックな人が見に来てるわけですよ <laughs> だからその程度の何の影響力もないのにウェピーはなんかもうまもう俺はすげえ影響力があるんだみたいなスタンスなんですよなんかじゃんけど。あ,<ー>あの人ミーハーやからうあの人は神谷さんに見られてるとあの人自身は多分思ってんだ、ね、よ <laughs> <laughs> 俺は神谷さんからいいねをもらったことあるから見てくださってると思ってるから ただ、その辺ってよく考えたら、僕もちょっと気持ちが分かるんですけど、僕はなんか影響力はないと思ってないんですもんね、ないよ,ないよ、去年の参議院の時なんかは、やっぱり自分も発信者の一人っていう、なんか、うん、結構そういう自覚を持って発信してたところがあって、だから、まあ、僕に関しては、やっぱ法律の知識だとか、そういうなんかこう社会心理みたいなことを参考にしてもらうと、しかもそれを。 まあいわゆるそのリーダー格の人が見てくれて、それを参考にしてくれたら、もしかしたら当たるよみたいな気持ちってちょっとあったんですよね。まあ、1本、参政党っていう人がいるっていう動画を出したら、その瞬間に5000回再生されたんです参政党ブーストですよ、<あ>おかげで我々はもう、どっぷりと参政党コミュニティに入ってるんですよ。<laughs> <laughs> ってなってくると、それを聞いた参政党の人の中に <laughs>、まあ、例えば幹部クラスの人がいたとするじゃないですか。い,やいると思いますよ、1人、じゃ1人2人はいると思いますよ、ああ最低でもそうでしょ、うん、そしたら、その幹部クラスの人が、この人の言ってること、参考になるよって言ってほしいなって、僕は思って,てやってたんですよ。 それはなななななかかならないんだよな、うん、た,だただでもこれ聞いた話によると僕が動画出した最初の動画があるんですけどこれをヨシリンさんが拡散してたらしいんですよああはいはいはいヨシリンはい、はい、あのすごいね自分を褒めてくれる人をめちゃくちゃ拡散してくれますよそれであなたなんかヨシリンさんのおすすめ出てたんで来ましたみたいなああありますねそういうのうはい、はい、そうなってくるとえ そうじゃあその幹部の人が俺を見ているっていうそうですね,ね一応ちらっと見たことあるわぐらいでただリピーターにはなってくれてないんですよまあまあまあそまあ別にああいう主張あってもいいんじゃないのっていうぐらいに思ってますけどね今回のもねうんこれが20点ですね <laughs>、まあ、少なからずその同じ考えの人はいるわけだから <laughs> はいいますからね、はい、うん 実際、そのウエピーさんが言ってること自体、考え方の根本とかは間違ってないです、ね、あまあまあそうですよね、うん、独裁に気をつけようみたいなことですよね、そうですそうで,すで今言ったような、高いレベルを目指そうぜっていう発言も、正しいし、はい、大調和は、そのまだ大調和とか言える段階じゃないもん、そもそも。まだまだ参政党って、議員が一人の時点で、別に一人って何の意味もないんで、はっきり言って、ストアドラインにも立ってないんで。 そこは結構何度も言いますよね、まあ、でも、まあ、僕もその、すべては最初の一歩からっていうところを評価する、うん、そこで、まあ、そうですけどね、それですっていうぐらいのことではあって、うんうん、まあ、そういうこと <laughs> まあでも、僕も全くでも、ウェピーの動画も、別に何の影響力もないと思ってるから、だから、あれがどうやって、どうやって静まるのかなっていうのがちょっと気になってます何が起きて、どう片づいたら静かになるのかなっていう。 なんかまあとにかく説明を求めてるわけですよね、みんなね。説明が欲しい、説明が欲しいって言ってるわけですよ。でも、説明はもう、あれ以上の説明はないですよね、もっと細かく、松浦代,代表の主張を知りたいんですよ、赤尾さんが何をしたかを知りたいんですよ、みんな。そういうね、れはもうはゴシップでしょう。はいゴう話になる。ゴシップで、多分みんなもう芸能ネタとかも好きなタイプなんでしょうね、そういうね。それに関しては、ウエピーさんもこれってゴシップなのかなってちょっと言ってたじゃないですか、動画の中で。 それちょっと僕漏らししててままたけど、うん、よう聞いすと、まあ、ポロッと僕も見てたんで、うん、ゴシップなのかなってちょっとこう自分の不安感をさらしたちょっと珍しい場面だと思ったんで僕はちょっと目端がきくて,てたんですけど<ー> <laughs>、えー、<laughs> それってゴシップですから、うん、そこを求めて情報開示させてそるのが俺のやり方っていうのは。はい そんなこと言って、<laughs> あ、そんなこと言ったかな。ええ、なそれ。そうう <laughs> これはここまで言ってないですけど。<laughs> あのゴシップかな、でも情報開示しなければ、それは不誠実ですよってなってたんで。そこがよくわかんない。そこがよくわかんない。うん、なんか、何でもかんでも開示しろ、開示しろ。みんなもう気になってしまったから、そこは開示しろっていうのがよくわかんない。うん <laughs> うん、だからそれはその、まあ、情報開示の義務とかはないですからね、その討議を開示し、うん、でも開示しないっていうことは、なんか不都合な面も多少あるんでしょう、うん、それはあ、はい、まあやっぱり松田代表の言ってることも、うんまあ、一理あるけど、でもそれで意見が分かれてしまうと、党員たちが、うん、あのそれはよくないよねっていうこともあるし、ねうん、でそういう主張を勝手にするなって、まあ っていうのもこれ組織の秩序を守るためには当たり前のことで参、ね、政党の元5連ねあ<ー>旧ジャーあの人たちみんな組織からはみ出してる人たちですからね、元々 <laughs> <laughs> その <laughs> その伊助さんみたいに従順じゃないんですよね。みんな破天荒な人たちばかりなんでもう組織とかどっちかというと苦手な人ですで。神谷さんって会社持ってるけど会社の名義あるけど。 2、3人ですよ、雇ってるの、会社概要見たら。3、4人とか、そんなもんですよ。だって、CGS とかもあれ、母体、会社やってるけど、会社でやってるけど、多分撮影者と神谷さんとゲストとか、別に撮影者と神谷さんがいたら成り立ちますからね、あと経理が1人いて、もう3人とかでしょ。こんなん全然大規模な運営とかしたことないんですよ、みんな。むしろよしりんの方がたくさんスタッフ雇ってますよ。 あーあ <laughs> はっきり言って、あのメンバーの中で。そこまで分かっておきつつのではあるんですけど、うん、やっぱりあの会見はやっぱ焦ってたでしょ、そういう意味では。結構そう思いません、今思えば。 全然思わないんですよね、あのそんな浅もうなんか、そこにちょっと帰ってしまって申し訳ないですけど、なんかすごいあれは、あのなんかウェピーさんが一番言ってた、あそこは真理だと思うのが、うん、あんな会見の対応しちゃだめよっていうところだけは、僕もかなり<あ>あ、まあ、その通りってなって、そこはウェピーさん、そうですねっていう、まあ、あれもあったし。 だからその辺でとどめておけばなという感じですよねと、僕の中では。だから、ウエピーさんの今回の動画の後半なんか、本当にすごいまともなこと言ってるし、あの思いも後半はちょっとあの的を得てたかなというのが結構あったんで,でもなんか本当に、あのウエピーとか俺とか、本当に自分がもしその会社作ったら、絶対俺とかウエピーみたいな人雇いたくないよな。 俺やっぱりさんみたいなな雇いいいたいないやでも実際ですね、うん、僕も今、それで今悩んでるというか、<え> <laughs> まあ、あれなん、従順な心がまだ昔は強かったんですけど、最近はやっぱりだいぶ自分自身、尖ってきているなとは思うんですね。やっぱり、自信がついてきたからてて、あまあ、そうですね、はい、やっぱそ的な <laughs> それ一、独り立ちに向かっていってしまうんです、あの実力がついていくと。 あなんかそういう話も前、うん、あの動画でされてましたよね、そう,そうです、そうです。ああ、なるほどなって思い、もうだから僕はビジネスとか、組織、運営とかに関しては、僕も弱いかなっていう思いはありますもんね、なんかね、その僕が言いたかったのは、例えば、三国志で、はいえと、劉備と諸葛孔明は手を組んでたんですよね、仲が良いというか。 ただ実力的には何ていうの劉備よりも諸葛孔明の方がそもそもすごいんじゃないのみたいなでもあえて諸葛孔明は、はい、諸葛亮は劉備に主君と仰いだわけですよ、うんうん、まあこれ「三国志」演技なんですけども、はいはい、なんかその能力があっても組織の秩序の保つためにはこの人を主君に据えてやっていこう。 でも俺はぶっちゃけ主君より能力高いかもしれんけどな、うん、でもそこは一歩引かないといけないんです、組織のためには。そういうことができる人。で,ね、でもね、それは僕とかウェピーはねそれができないんですよ。できなくて、なんか辞めたり、派閥作ったりして、なんかぐちゃぐちゃするんですよ。ちゃんとそこ一歩引かないといけないんですよ。だから僕は その能力多ければ反乱が増える能力,を多い能力高いものが多いと反乱が起きるでも忠心忠実な家臣が多い場合は国は国栄えるなんです天皇だってそうでしょう別に天皇は能力が高いわけじゃないってそれはみんな分かってますよねでも一歩引いて天皇さんをここに据えとくことで秩序を保とうみたいなことじゃないですか組織も全く同じですよ会社の組織もね。 うん、能力高い人どんどんやめていくんですけどそれ,それって本当は良くないんですよね。会社にしてみたらね個人でやった方が稼げる人はそれは出ていっちゃうんですけどでも今回のこの参政党の政党の場合は本当に団結が必要だから能力ある人もちゃんとと残ってくれないとだから神谷さんに何て言うの 俺の方がそ,そこの面では神谷さんより上だぜとか分かった分かったでもそれは言うな <laughs> 言,言わずに一歩引いてなんか遠回しにアドバイスするような言い方でなんか伝えるようにしろやとかね秩序をとにかく保たないといけないんです組織って <laughs>。 僕ははででもそそこ割と分かってるうなんす俺、伊助さん見ててそこ分かってる方だと思ってさっきそう言ったんですよ。僕は組織作ったら伊助さんみたいな人を増やしたい。ウエピーとか俺みたいに細かいこと気にしてつっつくような人間はいらない。ああ、なるほど。あくまでそんなもんは外から意見を言うその立場の人間でいいのよ。だから僕ははピーちょっと サン党に近づき、近づこうとしすぎ。うん、<laughs> その、せん、そんなんせでええのよ。も、前のスタンスがいいな。んなんか、あの人、スーツ着て、なんか、なんかホワイトボードを背景にやるようになってから、んなんか俺ちょっともう、ちょっと流れおかしいぞ、この人と思ったら。<ー>なんかサンセを僕が説明してあげますよ、<ー>みんなだって。 別にサンスとの遠いんじゃねえだろうみたいなそれしか見てないもんですからね <laughs>、まあ、昔の方もなんか <laughs> 昔の方がよかったな 1>, <ー>1年前とかの方が、うん、だからまあそれを聞くとああそういう経緯があるなら確かになっていうところになるんですよねやっぱり、うん、だからまあ、うんまあ、今の方向性は多分新しく模索してるんですかねやっぱりそのいろいろ俺の心理を聞けみたいないやー あの人もでも思ったことバチコンとやるタイプで実直な人でしょうからね、ウエピーも。だから、<ー>うん、す,ね、すごく心配してるんでしょうね。<laughs> かつ,かつ自分も能力あるから神谷さんのやり方が気に食わないわけですよ。そういうことなんですよだって <laughs> 俺の方がマ,ジマ,ジマネジメントできるぜみたいなニュアンスの発信になっちゃってるんですよ俺の方が神谷さんよりうめずえぜ <laughs> <ー>俺の話を聞けとか <laughs> そういうこと形になっちゃってるのが残念なんですよだから一歩引かない。なるほどね、もし本当にウエピーの方がすごい面があってもそこは一歩引かない。うん 言っなんかそういうふうに言われてすごく納得ですね。中心にならないかんの、うん、その能力が高いって自慢したらいかんのっていうこと。なるほど、なるほど。そういうことですとうとそういうところって僕も従順ですけど、やっぱりそういうなんか面が出たりはしますもんね、いろんなところでですね。あそうですか、そこを、うんまあ、出さないといけない部分もあるんでしょうけどね。 そうなんですよだからまあ組織の中にいたときに自分の役割っていうのを自分はかなり達観してる方だと思うんですけど、うん、やっぱり自分のことだから気付けずに出過ぎたりとか引きすぎたりとかしてしまってありますよ難しいですよね、そうありりますそれはやっぱり、うん <laughs> うん、そこはなかなかあああのまあ、まあ、当然問われてくるしまあそこも含めて能力ですよね。やっぱ、うん その N 党の立花さんとかもね、参政党の文句言いまくってる時も、うん、そのすっごいいっぱいそういう苦情来るんだよって言うんですよ、うんそ、そんないっぱい来てないと思うんだよね、うん、そのあなたにとってはいっぱいなんでしょうねう10、10通がものすごいいっぱいって言うんだろうね、だって思いたいもん、<ー>でも俺の多いは10通は少ないと思うんですよ、もし苦情の数が10だったらね、うん、でもそれを、うん、そのあれもあるんですよね。 うん、だから俺はウエピーの,の今回注目してるのはそそ文句を言って賛成党が気に入らんってなってる人が今どれ,どれくらいいるのっていうめちゃくちゃ少ないんじゃないのと思ってるわけ俺はねでも、まあ、彼はかなり多いと思ってるんですよねめちゃくちゃ多いと。うん これだけ文句言ってるからもうううも崩壊に向かっていってるよってなんか心配があるんでしょうね。うんうん、うけど、まあ、われわれの共通認識としては、いや、むしろうまくいってますよっていう、だから、全く別のものが見えてるってことですよねやっぱり、ウエピーはツイッターで深く党員たちと情報交換してるからかもしれませんね、んその中でやっぱり不満を持って辞めた人が、すごくフューチャーされてるんでしょうね、あの彼の SNS の画面では。うん うんそうですね僕の方にもちらほらそれ出てきますもん、らちらほらほ、ね<ー>うん多いとは思わないけどだからやっぱその辺はやっぱり、まあやっぱその自分がどこを見,き見極めそうなどこを見,見てるかとかだから、みんな見てる画面がね、うん、違うからね、SNS も偏っていって、偏っていきますもんね、どんどんね、自分の求めてるものに。うん <laughs> そこは、まあ、僕はもうウェピーさん、まあ、今回結構いろいろ考えましたから、まあ、参考にさせていただくと、やっぱ自分が気をつけようっていう、うん、<laughs> そこにおりました。<laughs> 僕はあなたは頑張ってください。何その締め方みたいな、<laughs> そういう締め方にしようかなと。今日も 今日今日の,自分,の自分たちの配信を見て、僕たちも気をつけよう、自分の配信を見てね、見返すと、なんちゅうみっともないこと言っとるんやっていうところもいっぱいあると思います、<laughs> 正直、そんんなもんね僕、ねうん、はもう結構、自分の配信何回も聞いて、あこれはちょっと違うなとか、結構確認してますもんねいやでも悔しいのはあれですよ、本当にウエピーは賛成、通ってワード入れたらいっぱい再生数いきますからね、はい、彼の方が。<laughs> 僕たち2つ合わせてもいきませんよ <laughs> 今回参政党のワード入れても。<laughs> そこかな。<laughs> <laughs> ま,あまあそれさて、ねはい、ちょっと今回参政党のワード入れるんで <laughs> タイトルにどれくらい行くかちょっと楽しみにしてみましょう。<laughs>